こんにちは、ケミチルチャンネルのケミです。今回は乙酒、甲酒、危険物取扱者の実践練習問題第19講義目ということで、燃焼と消火についてやっていきたいと思います。で、燃焼と消火は法令だったり物理化学、そして物質の性質と比べると範囲が狭いので問題数が少ないんですが、その辺はですねご了承ください。ではですね、早速やっていきます。第1問、燃焼反応における活性化エネルギーのことを燃焼熱という、丸か×か。正解は誤りなので×です。物質を燃焼させるためには一旦エネルギーの高い状態に移行させる必要があり、そのエネルギーのことを活性化エネルギーというので、今回この問題誤りになります。で、ちなみに活性化エネルギーを与えるものを点火源というので覚えておいてください。第2問、熱伝導率の大きいものほど燃えやすい、丸か×か。正解は誤りなので×です。熱伝導率が大きいとすぐに熱が逃げてしまうので、熱が蓄積せず逆に燃えにくくなってしまいます。よって今回の問題誤り×になります。第3問、分解燃焼のうちその物質が含有する酸素により燃焼するものを自己燃焼または内部燃焼という、丸か×か。正解は正しいので丸です。これに関しては文章そのまま覚えてもらって大丈夫です。第4問、燃焼物の温度を下げて発火点以下にすれば消火することができる、丸か×か。正解は誤りなので×です。問題文、発火点以下にすれば消火することができるとありますが、発火点以下ではなく引火点以下にすれば消火することができます。この発火点だったり引火点などですね、間違えないようにしっかりと区別してください。第5問、強化液消火剤は燃焼を化学的に抑制する効果と冷却効果があるので、水に比べて消火後の再燃防止効果がある、丸か×か。正解は正しいので丸です。これですね、もう文章そのまま覚えてもらって大丈夫なので、しっかりと覚えておいてください。第6問、二酸化炭素消火剤は空気より重く安定した不燃性の気体で窒息効果があり、気体自体に毒性はないので狭い空間でも安心して使用できる、丸か×か。正解は誤りなので×です。二酸化炭素消火剤は不燃性の気体で窒息効果があるので、狭い空間で使用すると人が窒息する危険性があります。なので今回の問題誤りになります。以上で乙酒、甲酒、危険物取扱者の実践練習問題第19講義目、燃焼と消火について終わりたいと思います。で、この講義で危険物取扱者の解説動画並びに実践練習問題などですねの動画はですね、すべて終わりになります。今まで見てくださった方ありがとうございます。
他にもですね、質問などありましたらその都度動画に上げていきたいと思いますので、お気軽にコメント欄にてコメントしてください。で、今までの再生リストに関しては概要欄に載せていきますので、よかったらそちらから見てもらえたら嬉しいです。今後はですね、高校科学だったり数学などの動画を上げれたらいいなと思っています。終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。